この世界で一番うまくいってる経済システムは、共産主義でもなく、資本主義でもなく、サッカーだっていう話をしようかなと思います。今はさ、資本主義って言われてるよね、経済的には。日本もアメリカも何かを稼ぐ人がどん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 ずば抜けていくみたいな。だけど、あんまりいいと思えないんだよね。富がさ、一極集中してさ、お金持ちの子供はお金持ちで、みたいな感じで。共産主義もさ、あれだね、確か昔あったけど、みんな平等にお金もらえるから、働く人も働かなくてもお金もらえちゃうから、サボる人が増えたみたいなのあったりするけど、だから資本主義がうまくいってるみたいに言われてるけど、僕はサッカーが一番 うまくいってんじゃないかなって思う。どういうことかっていうとさ、サッカーっていうのはさ、もう本当の実力勝負じゃん。たとえさ、めちゃくちゃ有名な選手がいたとしてもさ、その選手のさ、息子とか娘って2世でもさ、活躍できなかったらさ、もう即首切られたりするじゃん。どんだけもてはやされても、試合で勝てなかったら、もうさよならみたいになるじゃん。てか、資本主義だとさ、どんなにクズな、2世とかでもさ、もうお金、ね、遺産として継がれるわけじゃん。政治とかでもそうじゃん。もう2世がはびこったりしてるじゃん。そう。あと芸能界とかもそうだね。やっぱ2世がね、はびこれないっていうのはね、ほんと作家のいいところだと思う。あと、その年齢で足切りがある。サッカーっていうのはもう20代とかも30代しか活躍できないじゃん。で、それ以降になったら、もう動けなくなって、もうバイバイってなる。あともうベテランとかさ、関係ないじゃん、試合に出てる。で、若い人がさ、ベテランを削ったりとか、全然あるわけじゃん。それさ、もう社会とかでやっちゃったらさ、なんか出る杭ただ打たれるみたいになるじゃん。若い人が高齢の人に噛みついたら、その高齢の人が数で、コンネとかで、その若者潰すけど、サッカーっていうのはもう一切そういうことないから。もうその11人対11人の中で戦う。で、あと、審判とかもさ、八百長とかしてたらさ、騒がれるじゃん。だから、透明性があるんだよね。普通の社会だとさ、なんか悪いことやっててもさ、お金持ってる人は、そう、隠したりはできるけど、サッカーっていうのはもう全部カメラで撮られちゃってるからさ、VAR とかもあるからさ、もし審判が八百長しようものなら、世界中の人が叩くっていう。だから、定年制とかもうないに等しいじゃん、今。トップの人なんて、政治家なんて。80代の人が国の実権握ったりさ、頭ボケててもさ、国の実権握ったりできるけど、サッカーはもう、問答無用で干されるからね、そういう人は。他にもさ、スポーツとかあると思うんだけど、なぜサッカーにしたかっていうと、あれなんだよね。やっぱり、全人類っていうか、ワールドカップとかみんな見るじゃん。みんなサッカーに行くじゃん。だからサッカーっていいと思うんだよね。そう、生まれがさ、ストリート、チルドレンとかでもさ、サッカーが上手かったら、サッカー選手になれたりするじゃん。政治とかの世界じゃもうそんなのないじゃん。映画はびこってるじゃん。政治家のさ、数ってさ、すごい少ないけどさ、人口で言ったら。だけど、その息子たちが政治家率がすごい高いじゃん。だから世襲制じゃないって言われてても、実質世襲制みたいなもんなんだよね。茶番なんだよね。かわ。本当に素晴らしいと思う。生まれとかさ、もう一切関係なくて。まあ、関係なくはないか。恵まれた環境でスポーツできる子とかが、やっぱりね、上に行ったりする率は高いけど。まあ、ただ、実力主義っていう、誰から見てもわかるっていうのは、やっぱりいいところではある。